天使のモーニングコール。今日は未来を作る教育の力と題してお送りします。いつもお伝えしている幸福の科学で説かれる教え、これを教育に取り入れたら、皆さん、その教育を受けた若者たちがどんな未来を想像するか、イメージできるでしょうか。私はそんな若者たちが力強く世界中を幸福にしてくれるような、そんな未来像を描くことができます。今日はハッピーサイエンスユニバーシティを取り上げます。そうです、幸福の科学グループは様々な活動を展開していますけれども、教育機関も設けて幸福の科学学園、中学校、高等学校などもありますし、去年の春にはハッピーサイエンスユニバーシティが開学しました。1年経ってその後どのような成果、どのような学生たちの様子が見られるのか、今日は詳しくお話を伺っていきたいと思います。ハッピーサイエンスユニバーシティチェアマンの渡辺和也さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。チェアマンというのは、いわゆる大学の理事長にあたるお仕事と捉えてよろしいでしょうか。はい、そうです、はい、理事長にあたります。はい、このハッピーサイエンスユニバーシティ、どちらにあるのか、このあたりの基本情報からいきたいと思います。はい、はい、千葉県、長生村、長生村ですね、九十九里の、本当に間近なところにございます。うん、私も行かせていただいたことがあるんですけれども、本当に環境としては最高ですよ ね。夏場サーフィンとかね、たくさんやりに来られますね。冬も来られますけれどもね。なるほど、はい、はい、さあ、このハッピーサイエンスユニバーシティですけれども、学部としてはどんな学部があるんでしょうか。はい、当初1年目は人間幸福学部、経営成功学部、未来産業学部、この3学部でスタートいたしましたが、1年経ちまして今年から未来創造学部の4学部で再スタートさせていただいております。はい、それぞれそのお勉強の内容が想像できるような感じのものと、一体それは何だろうと思うような学部があるんですけれど、未来創造学部というのは気になりますね。聞いたことがないので。そうですね、はい、何を勉強するかっていうことを、学部名にしていることが普通の一般大学が多いんですね。経済学部であるとか法学部であるとか、はい、人文学部とか、はい、うちの場合はですね、どういう人材を作っていきたいかというところと、それを目指すための学問というところからこの名前が来てるんですね。ですから、人間を幸福に導くための、学問を学ぶところが人間幸福学部ですし、経営を成功させる、やはり成功を目指さなければ経営ではないという意味において経営成功学部ですし、それから理系にあたるんですが、未来産業、はい、これから人類の発展に貢献できる産業を作っていくという意味合いも含めまして未来産業学部、そして今、おっしゃった未来創造っていうのはですね、政治とそれから芸能と2つのコースから実はなっておりましてですね、芸能クリエイターとそれから政治の方と両方あるんですけれども、いずれにせよこの日本の未来を作っていくという意味で多くの人の心を引けると言いましょうか、そういったところがやはりその政治においても芸能においても共通するところがあるので、人間としての魅力みたいなものを、学問化していくというところで政治とそれから芸能という形で分かれているということなんですね。どういう人材を作りたいかということがその学部名に表れているっていうのは、すごくストレートでシンプルでダイレクトですね。はい、そうですね。はい、今お話を伺って、チェアマンのお口から出てくる言葉自体が力強くて、こう本当に未来が楽しみになるような感じなんですけれども、そこに集まってくる学生というのはどんな方々がいらっしゃるんでしょうか。やはり幸福の科学に親和性のある、その学園の出身者の方が一番多く、幸福の科学学園から上がってきた方が多いですけれども、はい、その他にも全国の、うちではサクセスというその仏法心理塾があるんですけれども、はい、そういったところを経て、来られている信者の方の、指定がたくさん来られてますね。はい、それは受験を経て入られるわけですよね。そうです。はい、何でも日本の最高学府と言われる大学を蹴ってまで入られる子もいると。そうですね、はい、今年は東京大学を、合格していらっしゃった方がですね、5名ほど、東大を蹴ってうちの方に来られておりますね。
京都大学も決定おられます、ね、そうなんですか、はい、あの普通にこう生きていると、うん、東大行っちゃうんじゃない、私だったら東大行っちゃうんじゃないかなっていうような感じにもならなくはないのかなと思うんですけど、どこに魅力を感じてその人たちはハッピーサイエンスユニバーシティに入ってこられるんでしょうね。はい、あのやはり大川総裁が説かれる仏法真理というものを中心にした教育が一部あるということが魅力なんですね。ですから、通常の、大学で学ぶ、学問体系の他に加えて、大川総裁の説く仏法真理についての学びが、するような形でなっておりますので、既存の有名私立大学を入っておられて、辞めてきた子どもたちも何人もいるんですね。でそういう子たちに聞きますと、日本の、まあ、学問の中でも、正しい正しくないというこの価値の部分であるとか、はい、そういったところが、価値中立なんてよく学問の世界ではよく言いますけれども、ね、判断できないぐらいの、内容しか学問化されてないっていう方が逆に問題なんじゃないかなと思うんですね。ですからその辺のところが、まあ、歴史観のところも含めまして、やっぱり今の既存の学生ではもう満足できないようなところまで来てるんじゃないでしょうかね。なるほど、はい、やっぱり真理の探求っていうものが実は学問なんだっていう考え方もございましてね、でその辺がやっぱり物足りないんじゃないんでしょうかね。なるほど、はい、さあその絵画から1年、はい、そうした学問を極めようと、未来を開く自分になろうとされている若者たちが学んで、あのいろいろな実績も形としてあの出ているものもあるということなんですけれども、何でも英語教育がかなり力入っていると伺いました、はい、このあたり成果も出ているようですね、はい、まあ英語の場合はどうしても何か一つのテストみたいなものを通しての表現が一番分かりやすいので、うちの場合は、TOEIC っていうものを、使いまして、はい、全学年受けていただいて、入学早々に受けた TOEIC のテストの平均はですね、はい、まあ、436点だったんですね。これは、はい、あの全国 の、 その大学生平均が440点ですから、全国の大学平均とほぼイコールという、まあ、結果だったんですね、うん、まだ初めて、はい、2ヶ月の段階です、はい、それが、約1年今年の1月 TOEIC のテストをしましたところ、平均が今度は502点まで上がっていきました、はい、でこの502点っていうのは大学4年生の平均が503点ですから、普通の大学で4年間、英語の勉強を重ねていった方と同レベルに1年で行ったということなんで、そういった意味では密度の濃い実践的な、英語の学習ができたんではないのかなというふうに私たちは思ってます。そうですね、はい、1年でやっぱりその集中っていうんでしょうかね、一生懸命その努力をして、使える英語を目指してますから、あの TOEIC のテストのための勉強ではないんですよ、うん、あの私たちが目指している英語っていうのは、その TOEIC は一つの、途中の水準を示すものであって、はい、この英語力を使って仕事であるとか、あるいは幸福の科学的に言えば伝道救済とか、そういったことに使える英語を目指していますので、はい、そういった意味で使える英語っていうところを目指した結果がこういう形で現れているんではないかなと思っております。あとはあの他の大学にはないハッピーサイエンスユニバーシティならではの取り組みというのもあると伺いました。いろいろある中で一つ挙げるとしたらどんなことでしょうか。そうですね、あの他の大学でもされているところはされているようなんですけれども、あのリアクションペーパーっていうのをですね、まあ、ほとんどの授業で取っておりまして、はい、まあ、これはあのその授業一回一回について、まあ、公表を入れてあり、まあ、疑問点があればそれを書いていただいたりして、それに対してうちは答えている、はい、あの先生方に答えていただくんですよね。でこれを、厳格にしておりまして、やはり教え方が不備があったりとか、分かりづらかったり、そういったのを、解消するっていうことにもなりますし、あと、なんていうでしょうかね、理解度が、ね、その生徒ごとにやっぱり違いますので、そういったのを埋めることになっておりますし、共に生徒も先生もいいものを作っていこう、それはやっぱりあの授業をいい授業していくっていうこともありますけれども、はい、あの目指しているのは人材を作っていくってことなんで、はい、その、学問をそのいかに仕事レベルとか、そういったもので使えるようなものにしていくかということを目指しておりますので、その辺のところが、普通の大学と少し違うのかなというふうに、ここまで徹底しているようなあの大学は少ないと思います。なるほど、はい、教える側の人たちも本当に気が引き締まりますね、はい、でも何でもあの
素晴らしいその講義の後は感動の拍手が起こるというふうにも伺いました。はい、私もそんなことがあるんだろうかって思いましたけれども、本当に素晴らしい授業だと生徒たちが判断した時には、拍手とか、そういう形でスタンディングオベーションじゃないですけども、そんな形で、先生を送り出すっていう光景がもう何回も起こってますね。ですからやっぱり求めてるっていう姿勢がそういった勉強の姿勢に表れてるんでしょうね。そうですね。でそれに対して感動を与えてもらったらほんの素直に感謝で返してるっていうところなんだと私は思いますけどね。さあこの今日のテーマが未来を作る教育の力なんですけれども、渡辺チェアマンからこう見ていてですね、その新しい時代を作るその人材のその教育というのはどういうところにあるのか、またそのチェアマンとして抱いているこれからの展望についてなどもちょっと伺えたらなと思います。そうですね、はい、工業科学の、教えを中心としてこの教育を組み立てているハッピーサイエンスユニバーシティはですね、リーダーといったものになるための、教育機関なんですよ。だから政治を通してリーダーになってほしいという意味においての未来創造であったり、経営を通して、会社経営とか、お勤めになってもいいんですけれども、その中でその経営的なその才能を発揮してですね、業績を上げていくとか、あるいは人を救っていくという意味においてのそのリーダー。ですから人物像がそこにあって、それのための学問というそのためのスキルっていう感じのものを教えていくところに、私は一本貫かれたものがあるのがハッピーサイエンスユニバーシティなんではないのかなというふうには思ってるんですね。でそれはもう総裁がもう人物を作りたいんだと、もう世界や日本を引っ張っていけるような人材を作るためにこの教育機関を作ったとおっしゃってるわけですから、その志夢が、ここに精神としてポンと私は入ってると思いますね。時代を作るといっても結局は人が作っていくわけですから、その人の考えとか思いがやっぱり未来をこういうふうにしていきたいという思いに対して未来が動いていく、こういったところを、下支えする教育学問、こういったところがやっぱり違うんじゃないのかなって思いますよ。だから同じ、経済とか経営の勉強をしていても目指すところが違う、だから生きた学問に変わっていくというふうに私は思いますね。あと、チェアマンとして、私が目指さなければいけないのは、そういういろんな、見解の相違が今、学問の中にあるわけですけれども、一日も早く私はこの大学に認可させるということを、とりあえずの目指すものとして私の責任としてですね、捉えております。わかりました。開学から1年ということですけれども、これからも本当に数々の、リーダーが輩出されることを祈ってやみません。今日はハッピーサイエンスユニバーシティのチェアマンでいらっしゃいます渡辺和也さんにお話を伺いました。渡辺さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。やはり、今本当に必要なのは、中学高校と作ってきましたけれども、この大学教育において全く新しい観点から教育改革を、あるいは教育革命を起こすことが大事だというふうに考えております。とにかくどの分野でもよろしいですから、世界一のものを作ろうじゃありませんか。皆様方に言うんだけど、教職員も一緒にあります。しかしここは教職員が教えて、学生が一方的に授業を聞いて、そして単位を取って卒業して就職する学校じゃありません。そうじゃなくて未来を作り出すところなんです。若者たちがこれから背負うべきはやはりそうした未来へのやっぱり勇気、それから責任感、それからそうした自分を作り上げていくための自制心、こういうもの、好奇心ですね、こういうものが私は必要だというふうに思っております。昔は哲学が諸学の祖であり、哲学の上に神学があった、要するに
神様の教えを学問として教える神学部が哲学の上にあったわけですね。だから宗教の部分が一番上にあって、それから哲学ができて、そしてから諸学がそこから分かれてきた。この世でのルールやこの世での神の上だけのいろんな議論は結構だけども、根本的には人々の苦しみや悲しみを見てそれを解決することが宗教の使命であるので、それはいわゆる教えとして人々に伝えて人々を救済する、魂の救済をするという活動も当然出てくるけれども、人々がいろんなもので生活に苦しんでいるならば、それを豊かにするにはどうしたらいいかということを考える、産業の面から考え、経営の面から考え、経済の面から考える人も必要ですし、政治の面から考える必要もありますし、ジャーナリズムの面から考える必要もございます。いろんな面から考えていく必要があります。そうした大きな意味での宗教でありますので、私たちは、もう一回原点に立ち戻って、宗教全体の中にいろんな学問が全部入っている。教育だって宗教の中の一部分なんだ。だから信教の自由が教育の自由と一緒のものなんだ。これが HSU の、立場です。今お聞きいただいた説法は書籍未知なるものへの挑戦に収められています。天使のモーニングコール、この時間はちょっぴり息抜きオンザソファーのコーナーです。 CD のご紹介をしたいと思います。アルバムタイトル、劉邦大川オールタイムベスト1。大川隆法総裁がこれまで作詞作曲を手掛けられた楽曲が1枚のアルバムに仕上がりました。5月10日から発売となっています。作詞のみならず作曲もされるんですよね。この中にはですね、ギリシャの神秘的な旋律と歌詞が印象的な精霊の歌、月夜の歌、それからハッピーサイエンスユニバーシティの効果もこのアルバムに収録されています。 Amazon 幸福の科学出版のサイトからも購入できますし、レコチョクや iTunes などの音楽配信サイトでも配信予定です。7月にはオールタイムベスト2、こちらの発売も決定しているそうです。でこの2の方にはですね、映画主題歌挿入歌として作られた楽曲がメインに収められているということです。では時間の許す限りお聴きください。精霊の歌。見よう、あそこにはゆたかな空がある。ひらひら舞い